リドルジョーカー。あ、本当に緊張が吹き飛んだんだね。よかった。眉間のシワが消えてるよ。効果は抜群だ。どう？眠れそう？もしまだ緊張してるなら、追加のおかわりするかい？遠慮しなくてもいいんだよ。遠慮じゃなくて何？それってつまり、はあ。若い男の子は元気だね。しっけーな。それぐらいはちゃんと持ってるよ。誰かに構わずこんなことしない。お姉さんはそんなビッチじゃありません。それに気軽に抱きしめたつもりもないよ。さっきのサトル君はそうさせるぐらい怖かったってこと。いいよ、気にしないで。一緒に喫茶店をやる仲間なんだから。明日は頑張ろうね。